誰も覚えていないことは存在しないことになるのだろうか。私には小さい頃の記憶がない。私がいた島のこと、住んでいた家のこと、そして父のことも。私たちが神隠しにあった以前のことは何も思い出せない。一緒に見つかった4人もあの時のことは覚えていない。かすかに思い出せるのは一つの旋律。音楽とともによみがえる記憶のかけら。この記憶は島に行くと私に告げ、戻ってない。あの島へは近寄らないで、ルカ。お母さん。知らない方がいいこともあるの。でも、私は確かめたい。あの時、何があったのか。そして、失った記憶の先に何があるのか。
Thank you.
Thank you.